そわそわそわ言ってるけど、早稲田昨日とかちょっと点取られた時暗くなってしまう場面が正直あった。おい、早稲田はお祭りの雰囲気を学ばなければならない。そうということで、私昨日お祭りに行ってきました。そうお祭りは何かというと、食べるね。よし、隣に直さ行ってください。